アルフレート・クライナーは、スイスの物理学者である。中ヒ大学の実験物理学教授であり、アルベルト・アインシュタインの博士課程の指導教官だった。当初、アインシュタインの指導教官は、ハインリヒ・フリードリヒ・ベーバーだったが、二人は大きく、対立し、アインシュタインはクライナーへの転向を選択した。クライナーは1874年に、中ヒ大学で博士号を取得した。 論文のタイトルは、ツアーテオリーでアインターミッテイ連弾熱ホーターシングで、ヨハン・ヤコブ・ミュラーが指導した。アルフレッド・クライナーは、チューリッヒ大学で、物理学の教授を務めた。1870年に、プライベート・ダズンと、1880年に、アサールデントリッカー・プロフェッサー、1890年に、オーディナトリッカー・プロフェッサー、1908年から1910年まで、 レクター、1915年にオノラルプロフェッサーとなった。1875年から1885年までは、スイス連邦工科大学中力飛行の試向士を、兼任した。1890年代初頭、クライナーは、学生のフリッツ・ラーガー、テオドール・パウル・エリスマンと共に、遮蔽物による重力の変化が起こるかどうかを調べる、実験を行った。 その結果、実験誤差以上の効果は認められなかった。クライナーは1905年に、ラーガーは1904年に、エリスマンは1908年と1911年にこの結果を発表している。アインシュタインがパウルドルーレと論争したのは1901年の中頃である。アインシュタインがベーバーからクライナーに移行し、論文のテーマを熱伝効果から、 分子運動論に変更したのもこの頃である。1909年までスイス連邦工科大学は博士号を授与する権限を持っていなかったため S の学生は特別な取り決めにより中立ヒ大学から博士号を取得することができた。当時 S の学生による物理学の学位論文のほとんどはアインシュタインが当時支持していたベーバーの指導の下で行われていた。 チューリッヒ大学にはクライナーが持っていた物理学の講座が一つだけあった。クライナーは主に計測器の研究を行っていたが物理学の基礎にも興味を持っていた。アインシュタインはミレバ・マリッチに宛てた手紙の中でクライナーと頻繁に様々なテーマについて議論していたことを記している。1901年12月19日、アインシュタインはマリッチに次のように書いている。 中立比で暗いなあと、午後ずっと過ごし、移動体の電磁気学についての私の考えを彼に説明した。彼は、移動体の光の電磁気学についての私の考えを、実験方法と共に出版するように助言してくれた。彼は、私が提案した実験方法が考えられる中で最も単純で適切なものであると考えた。私は、 数週間のうちに必ずその論文を書くつもりだ。また、アインシュタインは1901年11月にクライナーに最初の博士論文を見せている。しかし、アインシュタインは1902年2月にその論文を取り下げている。その1年後には、博士号取得を諦めようと考え、友人の未経営別荘に、この喜劇は私にとって退屈なものになったと記している。 1903年3月になるとアインシュタインは考えを改めた。別ソに宛てた手紙には1905年の学位論文の中心的なアイデアが含まれている。クライナーはアインシュタインが1905年7月20日に大学に提出した学位論文を審査した二人の教員のうちの一人である。クライナーはこの学位論文について遂行すべき議論と計算は 流体力学において最も難しいものの一つであると非常に肯定的な評価を下している。もう一人の審査員で数学教授のハイン・リヒブルクハルトはこの処理方法は関連する数学的手法を基本的に習得していることを示していると付け加えた。カール・シーリグはアインシュタインの伝記で後にアインシュタインは自分の論文がクライナーから 短すぎると言われて返却されたことを笑い話として語っている。彼が一文を加えた後、それ以上のコメントはなく受理されたと書いている。アインシュタインの初期の統計物理学の論文は、アインシュタインの理論的アプローチの基礎となるもので、アインシュタインの奇跡の年と呼ばれる1905年以降、これを具体的な問題に適用していった。彼のアプローチは、古典力学に対する、 会議心と分子に対する格好たる信念、そして統計的権利への信頼を組み合わせたものだった。しかし、アインシュタインの博士論文は、この統計学的アプローチに沿ったものではなかった。アインシュタインは、博士課程の指導教官であるクライナーの承認を得るために、自らの理論的な考えを避けたのではないかと言われている。1905年、アインシュタインは、中立ヒ大学で、 クライナーの指導による、アイネのイエバシティンメングデアモールクルディメンシャンンと、大した論文で博士号を取得した。1909年、アインシュタインがチューリッヒ大学で、電気力学と相対性理論に関する講義を終えた。あと、クライナーはアインシュタインに、チューリッヒ大学での職の可能性を示唆し、新設される理論物理学の教授職に、アインシュタインを推薦した。 1909年5月7日、チューリッヒ大学は、1909年10月15日付で、アインシュタインを助教授に任命し、年俸4500スイスフランを支給した。ありがとうございます。